エールの部屋へようこそこの番組はネットビジネス歴19年延べ1万人以上サポートしてきゃ僕がメルマガ読者さんの悩みや質問にお答えしながら柔軟な人生を送るためのコツをご紹介していくメルマガ読者さん限定の特別番組ですはいやってまいりましたニックネームおや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 週末のパンおじさん週末のパンおじさんがこの通常で来ることがあんまないんですけど 読み上げていきましょうかお便りどんなお便りを来たのかキャンペーンじゃないんですけどねこれ通常100円で来てますね吉田さんお疲れ様ですいつもお世話になっております週末ノーパンおじさんですノーパン最高2023年の年末から2024年にかけて6倍アップキャンペーンお年玉キャンペーン第一生命ネオバンクと立て続けに案件ありがとうございますさて今回の質問です吉田さんと鷲津さんが来月博多で えー、博多でセミナーを開催するみたいですが、えー、その一応稼ぐマスターマインドセミナーのプロモーション動画を拝見しましたその動画の中で楽というテーマがありました楽してビジネスするか楽しくビジネスするかこの違いは1,000倍ぐらい違うと感じていますさらに深掘りしてサラリーマンマインドビジネスマインドのこの思考の違いがありますが吉谷さんがサラリーマンマインドからビジネスマインドへ思考が切り替わった時の感覚を教えていただけると幸いです これはありますね。多分普通に働いてる人だったら多分絶対ないことは多分ほぼないと思うんですけども、これね、僕が東京で働いてまだ部長の時ですかね。でもう部長になった時結構会社を任されていて、まあ現場、まあ現場をほとんど任されてたんですよ。で、当時、その今はね、もう十何年前だ十五年前ぐらいですか、まあ、かなり前ですよね。 で今ってサブスクの,そのなんか30日間、まあなんだ、アマプラとかもあとは、えー、なんかアマプラとかあと何ですか、まあ、他もそうだと思うんですけどあとあの、you、アップルのミュージックとかねなんかその無料試してあるじゃないですか30日間無料試しでその後課金するみたいなのあるじゃないですか。 で今は別に普通ですよねそれで昔ってあんまなかったんですよで昔あんまそれがなくて15何,何年前ですねでそのオファーをしたことがあったんですよでその30日間無料試し後か教材を無料で配りますよって言って30日無料試しですって言ってで,で,でその後1ヶ月後に商品代金を課金するみたいなモデルなんですよねだ今だったらアマゾンプライム、まあ、30日間無料ですよじゃあその後自動で課金しますよみたいな話ですよね で、それをやったんですよ。で、それのオファーがやっぱ当時無料オファーっていうのはあんまなくて、それね、多分ね、3000本ぐらい売ったんですよ、その商品。無料、30日間無料お試しです、みたいな切り口でね。で、アフリエーターさん、まあ当時は ASP もやってたんで、そのアフリエーターさんもその商品売りやすいんですよね。30日無料ですよ、みたいな感じなんで。めちゃめちゃ売れたんですよ。ただまあみんなその、読まないじゃないですか。 うん、今はまあ常識で当たり前になってきてますけど昔はあそういうのなかったんでまあ無料試しっていうとこだけ読んでるんですよねだから30日後課金しますよとだから30日以内に解約届をしないとそのダメですよっていうとこ読まないですよねあんまりでまあそのお客さんからですねあのなんだクレームが来るわけですよなんかこれ課金されてるぞみたいなねでめちゃめちゃ来るんですよ でも売上的にはめっちゃ売上上がったんですけど、やっぱその3000人ぐらい売ってるわけですから、やっぱその、返金しろみたいなめっちゃ来るわけですよ。で、それで、なんか当時、月末だったかな、その、なんかその、あの、会社にキャッシュがもうちょっとなくて、で、まあ現場も任されてるわけですよ。で、お客さんがクレームが来てます。で、で吉谷さん、部長みたいな。 ちょっとあの、返金のするお金ないんですけど、みたいな。ないか、みたいな。でお客さん怒ってるわけですよ。<laughs> 課金されてるみたいな。そう。まあ一応ね、書いてあるんですけどね。<laughs> だけどまあ、そまあもう、返金対応とかしてたんですけど、でもまあ、会社にお金がね、みたいな。あ、そうか、っつって。で、自分の金をね、会社に貸し付けて。だから部長の時からやってましたね、それ。で、それぐらいからですよ。 だって普通、普通に働いて、サラリーマンで働いて、会社のお金、会社の銀行口座に自分のお金を貸し付けるってことはします普通、一般しないと思うんですよね。で、だからその現場、まあ社長とかも来てなくて、もうほとんどね、その遅れてきたりとか来ない日も結構あったんでね、まあ現場任されてますから。 現場でそう対処しないといけないってことで自分の貯金から会社に貸し付けて、で、これで対応してっ、つって対応してもらったりとかしてて。まあ、そっからもう、なんかそのサラリーマンじゃないですよね。サラリーマンで働いてるというよりかは、起業はしてないけど、その会社を任されてるみたいな感じになってるので、まあ、責任ですよね。その責任というか、そういうのを、なんか、持って働くようになりましたよね。うーん。 まあ、後から社長には言われましたけどね、あの、あの、言、ま、こは言え、みたいな。まあ、来てねえじゃん、みたいなね。<laughs> まあ、それが言いづらいですね。ね。うん。しかも、そのね、会社的には、その、返金するっていうのは、あんまり、その、まあ、一応ね、その、サポートスタッフもね、一応、言うわけですよ。ね、一応、書いてありますよ、と。ね、そういう契約ですよ、書いてありますよって言うんだけど、お客さんは、わ,わーって言うわけですよ。 だからその現場でそのフレキシブルに対応しないともうサポートスタッフもメンタルやられちゃうので <laughs> 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 もういくら言っても通じないお客さんはもう通じないですからねでサポートスタッフもメンタルやられちゃうのでだからそれはもうフレキシブルに対応しないといけないですから,だからまあ対応はそれでやってたんですけどあそこら辺ですかねなんか会社を任されている部長だけども,なんかもう総責任みたいな感じで任されていてっていうそこからはやっぱ。 マインドは変わりましたよねなんか働いてで売上げも結局その売上げの管理とかも全部僕がやるようや,やるようになってたんで、うん、そのお金の出し入れとかも,もう部長の時でそううんまあそこら辺でなんか普通に働いてるんじゃなくてだか,らその従業だから従業員の給料の支払いも部長の僕が全部やってたんで全部ねそうそこら辺ですよね なんかあんまなくないですか多分こういうのって。普通の会社じゃないと思うんですけど。まあベンチャーなんでね。ベンチャーだから、ベンチャー企業だから、まあいろんなことやんないといけないので。まああとね、その、給料の支払いも部長でやってたし、まあそういう会社にその時から貸し付けしたりとかとか、あと採用とかもやってましたからね。人への、あの、新人の採用とかも。うん。まああなんかサラリーマンの感覚じゃないですよね。 だってその会社の人事もやってるわけですよ。その採用するしないのもね。そう。<laughs> で、会社の金も管理したりとか、給料を自分がこう、会社からこう、あなんだこう、払ってね。で、給料明細渡して、ありがとうねっていう、なんかもし、なんか、部長だけども、なんか社長、社長、社長、まあ、まあね、ねまあ、会社の規模によって全然変わると思いますけどね。うん。 な,なんか結構その全部を牽引してやり始めてからやっぱ変わりましたよね。なんかそのサラリーマンっておそらくなんですけど一部なんですよ。なんかこのおそらくその会社の一部のここをやっといてねみたいな話じゃないですか。で僕はもう会社を任されてるみたいな感じでもう全体的な仕事全部やってたんで。 で、売り上げが上がんなかったら、その会社の、部長の時は売り上げ上がらなかったらのの、もう給料、だって自分が給料、会社の口座から払うわけなんで、自分が見てるわけじゃないですか。だから、うわー、みたいな、どうしよう、みたいな。だから部長の時から、まあそういう感じでしたね。うん。そう。うん。そう。で、まあまあ、まあその後、まあ部長から社長になったんですけど、 一番やっぱ僕を苦しめたのは、まあ部長の時からそういうのはあったんですけど、社長になった時、グループ会社の社長になった時、やっぱね、固定費が一気に上がったんですよね。一気に、家賃ももう100、まあよく言ったりとかしますけど、家賃も150万ぐらいになったし、まあ人件費もあってって話して。だそれが結構苦しかったですね。うーん。だそういう経験があるんで、今はもうね、固定費は絶対上げないっていうところでもう腹くくった。その腹決めてるんですけど。 今はね、こう家賃4万2000円でずっとやってますけど、もう多分ずっとここから出ないですね。うん。まあ駐車場も無料だし、ネットも無料ですから、ありがたいです。本当にありがたい。もう精神的に楽ですね。うんだやっぱなんか、なんかその責任の重さじゃないですかね。 うんそのケツ拭いてくれる人がいたら、そりゃ甘いじゃないですか。もうケツ拭いてくれる人いないよってなって、しかも全部の、だから従業員の給料の責任とか重いっすよ。いや、めちゃくちゃ重いよね、あれね。本当にガチ重いんですよ。だからまあ、その借金したのも、そのね、大きいとこ引っ越して家賃とか固定費がバーンってもう3倍、4倍ぐらい上がって、3倍、4倍、うん、上がって、 で、まあ、売り上げ上がれ、上がんなかったら、まあ、その分来るわけじゃないですか。で、従業員の給料払わないといけないし、家賃払わないといけないし、つって。なんかその、重さが違いますよね。うん。だって、普通に働いてたら、サラリーマンで普通に働いてたら、他の従業員の給料のことを考えます今月払わないといけないとか考えます考えないですよね。うん。どうですか考えまさ、考えないですよね。そう。 うん、だから、あれですよ、うん。そこら辺が大きく。まあ、ありがたいっちゃありがたいですよね。普通に働いてたらそんな、うん、にはならないじゃないですか。普通にサラリーマンで働いていて。うん、だから、すごいいい経験させてもらったなとは思いますけど、超大変でしたね。めちゃくちゃ大変だった。うん、でもなんか、僕の人生の中では非常に濃い経験したなとは思いますね。 うんしかもなんかあの一回僕ぶったぶっ倒れたことがあってぶっ倒れたことがあるんですよででまあちょっと入院かなんかしたのかなでででもなんかあのでその、まあ、退院してまだ病み上がりというかまだちょっと安静してたんだかなでも会社から電話あって、まあ、結構僕全部任されてたんで僕しか知らないことも結構あるわけですよでなんか会社でちょっと事件があってねでちょっと来れるかみたいな。 あの、今、ちょっと、あの、なんだ、すごい、ちょっと大変な状況だけど、ちょっと来てくれないか、っつってね。でも、ふらふらになりながら、そうそう。ふらふらになりながら会社行って、で、仕事こなして、で、やっぱスタッフにもね、あの、なんか、青ざめて仕事してるんですよ。で、スタッフにも、吉田さん、大丈夫ですかいや、大丈夫じゃない。大全然大丈夫じゃない。みたいなもう、ふらふらになりながら仕事してましたね。うん、でもそれはやっぱ責任があるんで、そこでなんか、 ふらふらなんでいけませんとか言えないし、ふらふらでもやってましたね。うん、病み上がりで。手術、手術した、そう、手術、手術したななんかやったんですよ。うん。あ、肺だ、肺か。なんか肺気、気すみません、肺気鏡だ。そう、肺気鏡で、なんか肺が潰れちゃってて、そう、なんか僕ってその、そう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 、あのー、なんだ、あのー、昔からその病は持ってたんですよ。 腎臓か肝臓がちっちゃくて、尿管逆流疾患みたいな、なんか病気を持ってて、で、なんか30歳ぐらいまでずっと病院通ってたんですよね。で、なんか最近なんか苦しいなって、動機息切れするなって、めっちゃ苦しいなと思ってたんですけど、放置してたんですよ。で、それで、まあ毎年その、手術した大学病院に、その、6歳の時、歳ぐらいの時かな、手術して、で、毎年なんか行ってたんですけど、 で、その心、えー、検査してるときに、なんかもう肺がもうやばいっすよみたいな。もう死にますよみたいに言われて。でも自分も苦しいんですけど、年取ったのかなとか、もう仕事でもうなんか、分、うん、かんない状態になってて。で、すぐもう入院してすぐ手術したんですよ。そうだは。だからね、逆にあの検査行ってなかった。僕死んでたかもしれないですね。だもう緊急です。なんか、そうそうそう、そうだそ,そうだ。会社に電話かかってきましたもん。病院から。 そうで僕がそう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 あの「いや今ちょっと仕事があそうそう仕事があるんで」みたいな言ってたんですよで医者に言われたのが「仕事と命どっちが大事ですか?」って仕事と命どっちが大事なんですか? <laughs>」って言われて「ままあ、確かに命です」みたいな <laughs> でそれですぐ入院してすぐ手術したってそうそう懐かしいなそんなことありましたね そう、あったなそう。フラフラになりながらやってましたね。うん。まあ変わったのはやっぱそういうなんか雇われてるというよりかは、まあ実質は雇われてるんだけど、もう任されてるとことですね。会社全体を全部任されてるという責任がすごく変わって、マインドが変わったというか責任が変わったから、マインドを変えないとやっていけないですよね。そもそも。どうですか <laughs> 誰のせいにもできないのでうんう責任が変わったから、ま、責任が変わったからマインドを変えないとやっていけないって話ですよねうんだまあ結構やっぱここ結構大きいと思いますよ普通に働いてたらそ,のそういう背負うことってあんまないと思うんですよ会社全体を背負うっていうことが一部のことをやってで 労働して、で、えー、給料もらうみたいな話ですから。うん、そう。はい。まあ、そんな感じですかね。うん。まあ、でも、あんまりちょっと、これは体験、多くの人がちょっと体験できないことだと思いますので。うん。なんかなんかね、まあ、あと、責任があるんで、僕、売り上げ、しかもね、売り上げを上げられるスタッフがあんまりいないんですよ。 だから社員教育もなんか一回その毎回その30分か1時間その会社の中で勉強会みたいなの開いてずっと毎日やって300回ぐらいやったりとかしてでもそれでもあんま結局売り上げ作れなくて <laughs> 僕の教え方が悪かったと思うんですけどやっぱねでもねすごく感じたのがやっぱその従業員どんどんその僕がマインドというか考え方がこう変化してってその従業員の スタッフのマインドと僕の考え方がやっぱ違うんですよ。だからそこでもすごく大変でしたね。だ、まあ、結局その教えてるんだけど従業員はなんか仕事の一環というかなんですかね。 ただ、ただ勉強してるみたいな、な、なんだろうな。それで本当に売り上げ作らないといけないっていう意識とかそういうマインドじゃないですよね。ただ、ただ言われたから勉強してるみたいな感じで、ただ言われたから勉強してるっていう人が自圧的に動いて、自圧的に勉強して、自圧的に売り上げを作れるようになるかっていうと難しいんですよね。ただ、ただ一応でもね、あの、なんかそういう教育しないといけないっていうところもあったんですけど、教育しても従業員のマインドがその、なので、 入ってかないんですよね。だから結局辞めましたけどね。300回ぐらいやっても全然変わんなくて。もう辞めたんですけど、もう時間の無駄だなと思って。だからそこのジレンマも結構あったかな。うーん。そう。だから自分の意識だったりとか考え方が変わるんだけど、従業員はずっと意識とか考え方が変わらないわけですよ。だから、だから昔、もう多分これも一生忘れないですけど、部長が帰らないから僕たちが帰れないんですよ、みたいな。 だからまあ、従業員マインドですよね。その、何時間働いて、で、停止で上がりたいっていう。まあ、わかるんですけど。いや、だったら大企業行けよと。ベンチャー企業入んないよと。<laughs> まあ、そんな会社じゃないよと。み現場見ればわかるやんと。どんだけやっとんねんみたいな。これ、売り上げ作んないと、給料出ないよっていう。だけど、ね。 早く帰りたいわけですよね。定時で。そう。だからそれも葛藤する。だからどうやったら定時で上がれんのかっていう本とかもいっぱい読んだりとかね。なんかいろいろやりましたよ、うん。どうやって従業員のモチベーション上げて、その、定時で帰ったりとか、それでも生産性、生産性どうやって上げていくのかとかも、そういうのも勉強したりとかいろいろやったんですけど、まあ無理、僕が出したのが、むき,むきついと。<laughs> やっぱそのマインドの、 だからその採用、そもそも入り口の採用の仕方ですよね。うん。だから、なんかまあ、大変でしたね。うん。そう。だ今はね、結構その人事採用する上で非常に楽になってるのかなとは思いますよ。だから僕が好きな、そのブラックな社長さんっていう YouTube チャンネルやってる人いるんですよ。 でも僕ブラックな社長さんの考え方すごく好きだしなんか共感できるポイントもあるしなんかそのオフィスもねすごくいいんですよで考え方もいいしうんだからその YouTube で社長の考え方とか見てあこの社長の下で働きたいなっていう人が応募してくるわけですからすごいやりやすいですよねそういうその,その社長の考え方とかマインドに共有共感した共鳴した人がやるわけじゃないですか で、今までの人事の採用って、その、なんだ、リクルートに出すとかね、あとはハローワークに出すとか、それで、その、なんかちょっとした情報を見てね、給料いくらとか、なんか、週休2日とかね、えー、社会保険がどうのこうのとかね、せ福利厚生どうのこうのを見て来て面接するわけじゃないですか。いや、これマジでね、マジさ、これあんま良くないですね。ってか、最悪ですね。なんか今は本当にその YouTube で発信して、 会社こういう会社ですとかこういう考え方です社長はこういう考え方ですっていう発信をしてそこで、えー、採用していくっていうのがめちゃくちゃいいと思いますね本当にでそれが今はねできるので昔なんかはもうその求人のその駒じゃないですか1駒2駒、ね、だから結構その会社にもリクルートかなその雑誌の求人かける時にその広告をか お金払うと結構いい枠でこう求人かけられるとかね、そういう営業とかも来てましたけど、まあなんか一部じゃないですか。なんか無料のその求人雑誌とかも一部ですよね。そこにその興味性があるね、時給いくらですとかね、なんか興味性を出すようなコピー出さないとダメじゃないですか。もしくは広告費払って露出がいいとこにその広告、あの、んだ、求人の広告出すみたいな話で。あれはね、いや、きついっすね。あれで採用して教育していくのは。 マジできつい。うん、本当にきついです。あれ、あの採用の仕方で教育していくのは。あ今ほんといいと思いますね。うん。そう。はい。まあそんな感じでございますね。はい。では終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。